東京機関区は東京都港区にあった日本国有鉄道東京南鉄道管理局の車両基地である機関士も所属していた。国鉄時代、田町品川間の操車場には車両基地が車種別に設置されていた。東京機関区には主に旅客列車用の電気機関車が配置され、電車は田町電車区に、客車は品川客車区にそれぞれ配置されていた。 品川客尺内や汐止駅での主に入れ替えを受け持つ蒸気とディーゼル機関車は品川機関区に配置されていた。このうち東京機関区は東海道本線系統の特急列車、急行列車を牽引する機関車を多数配置しており、当時は西宮原機関区とともに名門の機関区と言われた。機関車東、東京の東から構成される。 1985年時点では、下記の車両が配置されていた。貨物列車用機関車の基地は1916年に品川駅構内へ移転した。それまでの電気機関車基地であった田町機関庫は、東機関庫田町文庫に改装され、貨物列車牽引を担当。1937年に品川創車場が新鶴見に移転し、その後地に、 品川客車奏車場と多摩地電車区が移転。多摩地電車区の跡地に東京機関区が玉月式に移転した。所属車両が新鶴見機関区へ転属した以降も、機関車留置線、研修庫は東京運転区品川運転所、多摩地車両センターの一部として残存していたが、品川地区車両基地再開発に伴いすべて撤去され、新電流線用地となっている。 鉄道ジャーナル第21巻第7号鉄道ジャーナル社1987年6月144ページありがとうございます。